はキムチ鍋を作りたいと思う。キムチを半分ぐらい入れたいと思う。キムチをごま油で炒めています。もやしを投入しました。今回もね、フランクフルート半分入りを1つ入れます。1袋入れます。ヤオコの餃子を入れます。ヤオコだって、ヤオコの餃子3パック入れました。めっちゃ多いぞ。これくらい、カツオと昆布のめんつゆを、ただね、10分の1ぐらい入れた、隠し味で東丸のかき出し醤油のところ、こんな感じ。そう、この初カレーうどんはアバーセンで買ってきました。あと白菜と何買ったんだっけ、コーンフレーク、なんか天才糖が作ってあるコーンフレークと、あと何だっけ、あのフランクフルトと、あと黒豆もやしか、そう、こんなのが入ってます。いい感じになってきましたね、餃子が蒸されてる。キムチ鍋うどん完成。鍋の音、今売ってなくて、自家製キムチ鍋になってしまった。めんつゆと、ただめんつゆとごま油とキムチを炒めたやつ、炒めただけ。キヨプはお昼忙しくて食べれなくて、今食べるね、マフちゃんに半分食べろと。マフちゃんはじゃあロースカツ重 2.5 個食べたってことになっちゃうじゃん。餃子はね、ちょうどタレがかかったみたいな感じになって、キムチのあれでね、うまいよ。そうですか、キムチ鍋、キムチをね炒めるとちょうどキムチ鍋の味みたいになるね。うん、美味しいよね。やった、やばっ、うまいじゃん、